はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。よろしくお願いしま す, しします。じゃあ今日も美咲の部屋ということで、今日はもうなんと美咲さん前髪のカットをやってくれるんですよね、はい、多分伸びてきた時にこう、なんていうんですか、鬱陶しいなこの辺でってなると思うんですけど、で流してもうまく流れないっていう前髪あると思うんですね。で病院行くにもちょっと時間がないという時に使える方法やります、はいですね、やってもらいますね、はい、で、ほんと1箇所だけちょっと切って、で、家庭にあるもので全部使える方、使えるようにやってますので、前髪でいつもお悩みの方、よかったらこの方法でやってみてください。はい、じゃあ、振りをお願いします。それでは、動画スタート。はい、前髪を流す位置を決めます。黒目の外側の髪の毛を取り分けて流す場所を決めます。次に眉間にかかる髪の毛を取り分けていきます。くしでしっかりと溶かしておきます。分け目のスタートラインが短くなるように斜めに持ち替えます。ここの三角になっているところを切っていきます。眉バサミを使っていきます。カーブになっている方を下に持ち替えて切っていきます。指から出てる髪の毛を指の角度に合わせて斜めに切っていきます。この時結構慎重に切ることをお勧めします。前髪がこんな感じに斜めになっている状態になってます。切ったところの眉間にかかる髪の毛を取り分けて、次は縦に引き出します。ここの少し斜めになっているところを切ります。指を緩めないで下に持ってきます。下に下ろすと少し斜めになっているので、それをまっすぐ揃えるように切っていきます。下ろすと少し馴染んでくれます。眉間のところに角っこがなくて自然に流れてたら大丈夫です。切ったところの表面の髪の毛を取り分けて、マジックカラーで巻いていきます。下の部分も取り分けて、もう一度カラーで巻いていきます。時間を置いたら外していきます。くしでしっかりと溶かして、きれいに毛流れを作ったらこんな感じで完成です。前髪カットでお悩みの方、ぜひこのやり方で試してみてください。